皆さんこんにちは、琴文郡山の渡辺です。いつもありがとうございます。昨日半導体に関する動画、 TSMC への技術移転問題に関する動画で、売国政治家たちの次の一手という動画を上げました。そうしましたところ、まあ倫理的にどうかなっていうコメントを頂戴いたしました。今は非表示にさせていただきましたが、不愉快な思いをされた皆様大変申し訳ございませんでした。お願いなんですけども、コメント欄には礼節のある書き込みをお願いいたします。リアルな世界で面識のない見ず知らずの相手に対応するように接していただければありがたいです。建設的な議論は大歓迎ですけど、意見を意にする相手を呼び捨てにしたり喧嘩腰だったりする書き込みはみんなを不愉快にさせますし、前向きな解決にはつながっていきませんので、どうぞよろしくお願いいたします。田中さんにも申し訳なかったです。田中さんって誰って思われてる方も多いのかもしれません。私も面識はございません。虎さんのツイートを紹介している時に、よくこれは本物か偽物かって盛り上がっていた時期があったと思うんですけども、このアカウントはこういう理由で本人だと思いますよっていうようなご指摘をくださっていたのが田中さんだったんですよね。その時に、いやすごいな、この人はそういう風に見ていくんだなっていう、その分析力の高さにですね、私はちょっと敬服してしまったわけなんですね。それがそもそもの始まりです。他の話題でもとても的確で客観的で的を得た見方をしていらっしゃる方だと私は思っています。有名人ではいらっしゃらないと思います。今回取り上げている半導体問題ですけども、TSMC への技術移転を許してしまったら、その技術が台湾企業を通じて人民解放軍に渡って、その技術で作られたミサイルが私たちの日本に向けられる、そしてその時に日本は守るべき技術を失っているっていうのは現実の危機です。そしてその危険性を早くから指摘していたのが深田萌さんですよね。深田萌さんを初めて私が知ったのは、連邦議員の二重国籍問題の時です。深田萌さんが調べて雑誌にその根拠を説明していました。それを読んだのが始まりです。その調査能力の高さにびっくりして、いやこんな人いるんだな、すごいなって思って感心したのが始まりです。国会図書館だったと思うんですけども、人名録から蓮舫議員のおばあちゃんのページだけが破られているっていうようなこともおっしゃってました。蓮舫議員の二重国籍問題に関する彼女の記事は本当に秀逸でした。それ以来ちょっと気になって隠れファンになってます。もちろん本も何冊か読んでます。私思うんですけど、面識のない人たちが自分のことを嘘つきだとか詐欺師だとか口汚く声高に叫んでたらどんな気持ちになるんだろうなと。そういう言葉が投げかけられる時っていうのは、根拠っていうのは示されてないことがとても多いと思います。短い言葉だけが一人歩きします。私だったら立ち上がれないほど傷つきます。深田萌さんは一体どこからそんな情報を手に入れるんだろうとか、短期間によくそんなに広範にわたる話題を深掘りできるなとか、どこまで本当の話なのかなとか、そりゃ思うこともあります。だって私にできない、想像もつかない行動力と能力なので、私のちょっと常識では考えられないこと結構、そうなんだって思うことありますもん。でもね、今回深田さんは恐ろしい攻撃を受けてますよね。日本に帰ってくることができなくなってます。これ普通のことですか？日本の安全保障を脅かすとっても危険なことだから、 TSMC に技術移転をしないでください。日本の半導体産業を守ってください。そう声を上げることは罪ですか？犯罪ですか？政治家の皆さんもマスコミも経済界も誰からも真摯な反応がない、議論まで至らない、虫と言ってもいいと思うんですよね。果敢にその問題を指摘し続けてる深田萌さんを後ろから打って、前から石を投げることが正義なんだろうかと。彼女は自分の私欲のために戦っていいのかな。私にはとてもそうは思えません。横田めぐみさんを連想してしまうんですよね。自分に火の粉がかからなければ関係ないの？今私たちにできることは、日本の安全保障の問題を議論できるように持っていくことだと思うんです。
そしてこの日本の半導体産業潰しの問題だけでなく、今やつぎばやに日本破壊政策が出てきています。 LGBT 推進法案が自民党の部会を通過したとか、選択的夫婦別姓全国陳情アクションとかいう団体が地方議会に陳情をして回っていて、ある市議会は可決してしまったとか、選択的っていう言葉に騙されてしまうんですよね。この夫婦別姓を認めてしまったら皇室の破壊につながり、日本そのものがなくなってしまう、ものすごく恐ろしい法案なんですよね。また昨日は改正銀行法が成立したっていうニュースがありました。事業会社への出資緩和で、非上場企業株を銀行が持てる比率 10% から 100% になったんだそうです。つまりそのまま外資に売り渡すことができてしまうんですよね。最近日本初のネット銀行だったジャパンネット銀行が社名変更でペイペイ銀行に変わりました。社名変更ってどこまで姑息なんだって普通に考えたら、買収とか乗っ取りですよね。私なんかの素人から見たらね。日本の銀行だと思って使っていたら、ある時来月からペイペイ銀行になりますって、これを恐ろしいって感じない人がいるんでしょうか。今回消費税が上がった時、皆さん気づきましたか？10月1日に消費税が上がったんですけども、10月1日その日から日本全国ラーメン屋さんもお蕎麦屋さんも小さなお店屋さんもペイペイで払いますっていう案内が出ました。あの恐怖。国民に自粛を求めながら、一方で某国からはどんどん入ってきてます。指摘しても政府からの説明がなされることはありません。これって正常なんでしょうか？皆さん恐怖を感じませんか？私はこの異常な状況を乗り越えるためには、大切な問題を国民が広く議論できる場を取り戻すことが必要だと思ってます。政治家と国民が建設的な議論をする場を作る必要がある。その仕組みを作らなければならないのではないかと感じています。永田町や霞が関と普通の国民とに恐ろしいほどの溝があると感じています。国民生活とは全く別の次元で、国民にとって恐怖としか言えないようなことが次々と決められて、実行に移されていってます。議論を通じて、為政者と一般国民との溝を埋めていかないと、このまま国が滅んでしまいます。だから、夜間が沸騰したみたいにカーッとなって、コメント欄に書き込んだりしないで、自分とは異なる意見だからといって、排斥したり暴力的な言動を取ったりしないで、同じ共同体の中で生きている者同士協力し合って、協力できないんだったら住み分けをしながらでもいいから、日本という国がこれからも誇りある国であり続けられるように、私たち一人一人精進していきませんか？どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日もご視聴ありがとうございました。良き日になりますように。それではまた。ありがとうございます。